ウオンセガ、セガメガドライブ、ウオンセガ、セガメガドライブ、16ビットソフトシリーズが面白さぶっちぎりでドカーンとデビュー、ハマっちゃう。まずは獣王機、グラフィックもキャラクターもグイッとリアルで、こいつはぶっ飛ぶ SFX。 そしてスペースハリアー2、スーパーサンダーブレード、やっぱゲームは16ビットじゃないとつまんない。 You homeboy。